はい、シャリに向かってます今橋渡りますけど、ここヤンベツ川のにかかる橋です。で、数年前までここで釣りができたんですね。海の方でね。で、何年にも渡って日本で一番鮭の釣れる場所がこのヤンベツ川の河口でした。自分も 何回もここで釣ったことあるし、身も来ました。で、なんか釣り人のマナーが問題あったのか、今もう閉鎖ですね。で、今オホーツクの北の江差市の方が一番釣れてるかなって